やってきました。黄金のとんかつ、夢かつ。こちらね、静岡県磐田市にあります。黄金のとんかつってね、どういう感じですかね。熱々絶品の味、カキフライもあります。午前11時から午後10時まで、投資営業でやってます。それでは行ってきますね。黄金のとんかつ、夢かつさんのメニュー。定番、一番人気の柔らかロース、ヒレをお好きなサイズで。あ、いいね。好きなサイズを選べるんだね。黄金のロースカツ定食、小中大と選びます。グラムはね、小が90、中が135、大が180g。 これすごいじゃん。どれでも100円。定食を注文された方はね、一品100円で単品をね追加できるってことです。これいいじゃん。茶碗蒸し、ドリンクバー、エビフライ、チキンカツ、メンチカツ、カニクリームコロッケ、お子様メニューもあります。あとは黒豚ヒレカツっていうのもあるね。これでしょう。これジャンボ厚切りロースカツ 230g、 ジャンボ厚切りヒレカツ 230g、 1750円。あとはね、一口ヒレカツ串揚げ定食、とんかつ茶漬け定食、夢かつ定食、贅沢盛り合わせ定食、満腹かつ定食。メニューがいっぱいあるね。アジ&ロースカツ、アジ&ヒレカツ、魚フライ、大きいエビフライもあるね。海鮮盛り合わせもあります。チーズメンチ盛り合わせカツ、生姜焼き、カツ鍋、黒豚入りメンチカツ、チキンカツ、チーズチキンカツ、あとはソースカツ重、カツ丼、カツカレー。さあどうしましょう。まあやっぱりこれだね。ジャンボ厚切りロースカツですね。あとはね、一品シリーズ、茶碗蒸しとクリームコロッケ食べますか。季節限定のカキフライもあるね。広島産カキフライ、単品でも注文できます。価格は300円引き。よし、カキフライ単品も食べよう。決まりました。ジャンボ厚切りヒレカツ定食と、あとね、カキフライ単品でください。はい、以上です。お茶来たよ、お茶。お、これは濃い色、いいお茶。美味しいね。お寿司屋さんのお茶みたいなね、感じのお茶だね。おしぼりは布タイプ、最高。ゆめかつさんのね、ポイントカード、ポイント30個貯まるとね、500円引き。こんな感じね。店内はね、もう午後1時過ぎなんですけど、ほぼ満席。人気ありますね。あ、すいません、ありがとうございます。お茶おかわりくれました、はい、店員さんのね、気配りすごいです。うん、熱々のお茶最高。こちらの店はね、ご飯、豚汁、キャベツ、漬物、全部おかわり自由になってます。ひっくり返しさせていただきます。はい、すりごまの使い方よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。お願いいたします。ありがとうございます。はい、すりごま来たよ。すりごまはね、あんま力入れなくてもね、優しくすれば力をね入れない感じの方がね、ふっくら仕上がりますよ。はい、こんな感じ。特製のソースって感じ。今日はね、ジャンボヒレが出したんでね、ちょっと多めに5杯入れました。あとはこれ、梅沢さん、めちゃくちゃうまいやつ。ご飯の準備が整いました。あとはね、定食を待つのに。カラシはね、袋のマスタード入って、カラシ好きなんでね、2つぐらい入れちゃいますか。はい、ありがとうございます。
はい、カキフライとご飯来たり、やばい、ご飯の量やばい、こんな感じ。はい、ご飯こんな感じ。昔話盛り、やばいでしょこれ。超昔話盛り、やばいこれ。食べれるかなこれ。A カツはね、まだ来てないですけどね、カキフライ来たんで、いただきます。カキフライ定食のカキフライ単品で、こんな感じね、結構大きいカキフライ。タルタルソース。うん、熱々だね。すごい、一口噛んだらね、汁が出ていた。これはまさにね、海のミルクです。うまい。はい、梅沢さん。はい、サラダにドレッシング。これは何か、サウザンドレッシングかな。うん、美味しいね。フライはね、衣をしっかりタイプ。ソースはどうかな。いや、カキフライ本当にもう いつもね、レモン絞らないけど今日は絞ってます。レモンはね、こうじゃないです。上向きでね、こうやって絞るみたいな。レモンだけでいただきます。うん、レモンだけはね、あんまり味ない。レモンとタルタルはね、絶対合う。まあ、タルタルの中にね、レモン入ってるから、うまそうでしょ。これはうまいね。はい、カキフライです。カキフライ完食。ヒレカツ待ち。まあ厚切りヒレカツなんでね、少々時間がかかりますってね書いてあったんでしょうがないです。はい、厚切りヒレカツの豚汁来ました。ほら、厚切りヒレカツこんな感じ。カキフライでね、だいぶお腹変わりましたけど、厚切りヒレカツね、これ 230g いただきます。はい、タレをつけてね。揚げたて熱々でね、柔らかくて美味しいヒレカツです。さあ、豚汁。水を汁も熱々で美味しい。さあ、キャベツ2杯目。サウザンドレッシングだったね。こんだけ多いとね、やっぱりおかわりできないね。スミカで食べますね、ヒレカツ。隅の方がね、衣が多いんでね、重たい、先に食べちゃいます。でもね、このね、衣ね、重たそうに見えてね、そんな重たく、重たさを感じないですね。うん、うまい、柔らかい。いつもとんかつなんで、たまにはヒレカツ食べてみようかなと思ってね、ヒレカツにしましたけどね。ヒレカツいいね。ヒレカツの方がね、やっぱ重たさが少ないんだね。全然重たくない。うん。夢カツさんはね、できた当時からね、痛い痛いと思ってて、結局これとね、今日初めてですね、ネーミングがいいですよ、夢カツって。さあ、ヒレカツ。厚切りヒレカツ。めちゃくちゃ厚い。さすが230g。 お腹いっぱいになっちゃったな。プラスといきます。すごいボリューム。厚切りヒレカツラスト。
ね。限界です。おかわり自由なんでね、おかわりしようと思ったけど一つもおかわりできなかった。ご飯もお味噌汁もキャベツもね、おかわり無理でした。ということで本日はね、静岡県沼田市にありますね、美味しいとんかつ屋さん夢かつさんからでした。バイバイ。